はい、こんにちは。今回は、さっきおすすめに上がってきて発見したシルビア・スリオダヤさんという方の3月の予測動画を予訳してご紹介します。3月1日にアップされた動画です。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。この方は、多分東の方ですね。そして、ジョニパトリーさんと同じインドのベーダ先生術の方です。 登録者数は4750人くらいなんですが動画上げてから2日間で25,000万 5, 回くらい視聴されているので人気がありますよねもう早速内容に行きます3月は大きな変化をもたらす大変重要な月です1年で一番極端な1ヶ月となって大変化への火をつけるかもしれません 私たちの古いアイデンティティはどんどん薄れていきますが、これは新しい時代への重要なプロセスです。今月は先生術での1年が終わって、魚座の新月で新しいサイクルが始まります。私がお話ししているのはベーダ先生術で、西洋トロピカル先生術とは全く異なります。 初めての魚座の新月で新しい一年が始まります。3月21日の惑星の配置がたくさんの情報、次の一年に向けての指針を与えてくれます。木星が魚座の最後の角度にあり、12年間のサイクルを終えようとしています。多くの人が自分の人生で多くのことが変わることをはっきりと実感しています。 新しい始まり新しい時代への大きな転換期です海王星が2月末に魚座の位置へと変わり今から13年間そこにとどまります海王星は我々がこれまで経験したことのないレベルでのスピリチュアル的覚醒を意味しますドラッグが大きな問題となるでしょう今回の 大きなエネルギーシフトに対応できない人たちは何が起きているのか分からず世界で起こっていることから逃避する方法を模索しますこれまでにないドラッグによる死者が出るでしょう海洋星も魚座も水のエレメントと関係があるため洪水、ストーム、ハリケーンが増えます海洋星は石油やガスも意味するので 次の13年間は石油やガスの価格高騰があるでしょう。海の上でのタンカー事故も増えます。海洋性は死とも関係があります。多くの人が地球を去りますが、体が死ぬ物理的な死は最終的な死を意味していないということを学びます。海洋性が魚座にある期間。 私たちは霊や死者とコミュニケーションが取れることが分かるようになるでしょう向こう岸にいる人たちとつながるようになるのです3月7日には獅子座で満月となりますこれは完結を意味しますスキャンダルや秘密が表に出るという意味もあります特に火星と満月の第四のアスペクトによって緊張感 攻戦争が,が,が増えリーダーの地位にある人にとって大変危険な状態です大統領などのリーダーとしての地位が終わります地球にはこれまでになく多くの光が当たっています数年前とは全く異なるエネルギーなのです人類にとって良くないことが素早く表面化するようになります 先世術的な1年の最初の新月は3月21日にウォーザの位置で始まりますそこから6度の位置にシートと呼ばれる大変重要な固定の星があり心配や大きな損失を意味しますこのシートという星がゾディアック、えー、行動体の12番目のハウスウォーザにあり物事が終わりを迎えます 火星の王座に対するアスペクトにより、物事はより激しくなります。平和という意味では全く良くない星の並び方です。火星は戦争、戦い、攻撃を象徴し、3月は火星のせいで極端な1ヶ月になります。火星は満月とも新月とも関係があります。3月12日に火星が双子座に移動すると、 真実マスメディアインターネットサイバー戦争などでさらに問題が発生しますしかし物事には常に2つの面があって火星が6か月逆行してから1月に方向を変えて速度を速めたあとは人々がもっと活動的になりやる気が出てエネルギーが増しみんなが人生における重要な変化を起こす一助となります 私たちは一人一人毎日成長しているのです。みんなが認識しているわけではありませんが、それぞれの人がより大きなバージョンの自分へと成長しているのです。霊媒としての私に見えるのは、我々がどんどん軽くなり、エネルギー的には大きくなっているということです。成長、発展のために居心地がいい場所から飛び出して、知らない世界へと動く必要があります。 それが可能なことであり新しい意識へと一歩進むごとに我々は強くなるということを知っておく必要があります。以上です何か同じベーダのインド先生術でもジョニーさんほど怖くはなかったですね。えっ、ー、とですね短いのでここからはついでに2月の家計簿からいきなり現実的な話2月の家計簿から食費の報告をしたいと思います。 2023年2月の食費はドル87セントでした別に多くはないですよだって5人プラス犬1匹プラスインコ2羽なのででも自分で惚れ惚れするような結果ではないですもう原因は今回もやっぱり日系のスーパーに行ったことです 今月は外食もしちゃいましたね。でも、4年ぶりくらいに友達と出かけて、あたそ,のその友達と会うのが4年ぶりくらいだったんですね。で、新しいお店を発見して美味しかったから OK です。で、この友達は、おそらくなんかこう、ご覧になったことがある方が多い可能性の高い、なんか変な日本語になっちゃった、絵本の画家さんなんですね。で、有名な本の挿絵も担当されていて、今回、 会った時本当に久しぶり4年ぶりぐらいに会った時に本を頂い,いたのでそれを今度紹介したいと思いますでちょっとまたずれちゃった私の家計簿に話を戻しますが今月特筆すべきなのはドラッグストアやダラツリーに行かなかったのでシャンプーや歯磨き粉っていう感じの生活費っていう項目の出費がゼロだったことですでこれまで大量に買ってある大幅割引のお買い得品をコツコツ消費しています 棚に隙間ができることに快感を覚えています。変態。で、私年末仕事辞めたじゃないですか。まあ、当然収入は激減しましたが、身の丈に合った生活を送っているので、急に貯金が目減りしたみたいなことは全然ないです。でね、今日はこちらはまだ3月3日ですよ。桃の節句にひなあられでも買って、チラシ寿司でも、 作ろうかと考えて日系のスーパーに行こうと朝思っていましたが今2月の食品の3分の1以上が日系スーパーの1回の買い物であったことを目の当たりにしてですね行くのやめようかなと思ってますあ、お金の話のついでに先月から YouTube の2月からね YouTube のショートにも収益がつくようになったじゃないですか私はそんなに頻繁にショートは出していませんがいくらだったと思いますか ちょっと今考えてくださいいくらだったでしょう驚きの30セントでしたあめちゃん1個も買えないですよあ,あとですね最後にちょっとした好奇心から1ヶ月間コメントを残せないように設定する実験をしたいと考えています3月はもうすでに3日になってしまったのでやめときます4月に実験するかもしれませんのでご了承ください あの別に嫌なコメントがあって傷ついたとか誰かとコメントバトルをしているとかそういうことではないです。コメントを残せないうもうただの好奇心それだけです。やるとしたら実行する前にまた告知させていただきますのでよろしくお願いします。というわけで「Stay safe, stay healthy」。